さあ、続いて新コーナー、クソガミアキラ。クソガミさんが思わずいい質問ですね、と声を漏らしてしまうような質問を受け付けておりますね。はい。まあ、ちょっといろいろと様子見てますんで、はい、皆さんの反応も見つつ、いろいろとやっていきます、うん。お付き合いください。はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。50型のテレビで高画質の AV 見るより、スマホで低画質の AV 見る方が、興奮できるのは、なんでですかね？いい、スカトロ野郎ですね。いい、スカトロ野郎ですねっていうのもあるんですね。でもいろいろですよね。なるほど。クソガミさんが言ってるだけです。クソガミさんが言ってるだけですからね。そうそう、いいスカトロ野郎ですね。っていう場合もあるってことね。あんまり大画面だと、その、やっぱり排泄物が大きく見えてしまいますんでね。やはり排泄物は少し小さいぐらいの方がいいのかもしれませんね。いいクソスカトロ野郎ですね。まさかの返答でしたね。あ、そうですか。はい。クソガミ先生、そうです。クソガミ先生ね。はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。お金がなくても、どうしても、風俗に行きたいとき、一体どうすればいいんですか？いい千釣り野郎ですね。やっぱり、いつも通りしこってください。一回抜けば落ち着きますね。一回抜いて落ち着かない場合は、お母さんにお金借りてください。いい、しこり野郎。ナイスしこり野郎ですね。ラジオネーム、弟子の正彦。唐辛子パウダーをアナルに塗っても腫れない方法ってありますか？いいチャレンジャーですね。何それ。これはね、唐辛子パウダーっていうのは、アナルを腫れさすためにあるもんですからね。これはちょっと無理ですね。アナルは腫れさすためにあるんですね。唐辛子パウダーの。そういうふうに書いてありますね。いいや、アナル野郎でしたね。ラジオネーム、すまたまたぞ。これ池上さんにちょっといろんなパターン取っといてもらうのダメなのかな。いいアナル野郎ですね。してね。はい、お願いして。すいません、これだけ、オンリーで撮らせていただいてもよろしいですか、みたいな感じ。覚悟はできてるのか。殺された終わりで。ラジオネーム、すまたまたぞ。クソガミアキラさん的には古舘伊知郎って結構目障りじゃないですか？いい質問ですね。困ったらいい質問ですねって言うだけじゃねえかっていう。そうだね。全然違うだろうね。ラジオネーム、ゲルマニウムファンタジー。クソガミさん、卓球選手の子供が、卓球選手は子供の頃泣くのは何でですか？いいロリコン野郎ですね。あれはやっぱりね、お母さんが、すごい叩くからですね。そうなの？そんなことないです。カメラでカットされてましたけどね。あれ悔しくて泣いてるってなりますけどね。あれは、めちゃめちゃ叩いてます。ラジオネーム AS。クソガミさん、これからの風俗は射精後のサービス、射精後のサービスの充実が課題になってくると思うんですが、クソガミさんどうお考えですか？早く帰れ、このクソ野郎。いや、射精後はだって、射精後何してほしいんだろうね。あ、まあそうですね、そこが。射精後なんて早く帰ってほしいか、早く帰りたいかだけだもんね。はい。そうですね。よく見り肌汚いなと思っちゃうしね。冷静になると。そうですね。いや、それの、ちょっとこの人異常だね。異常者ですね。とんでもない異常者ですね。異常者がする恐ろしい質問ですね。出来上がってきてんだな。ちょっとずつ出来上がるんだよ。弟子の正彦。クソガミアキラさん質問です。トイレットペーパーの芯にチンチンを入れると落ち着くのはなぜですか？またオナニ野郎が出ましたね。いつ頃されてる？とんでもないオナニ野郎ですね。これは、やっぱ落ち着くんでしょうね。狭いところ、猫もチンコも狭いところ好きですから、ね。いい質問ですね。ラジオネーム、熱海の高木マント。クソガミさん、なんで堀ちえみって、
ドジでノルマなカメなのにセックスだけあんなに早いんですか、うん、セックスだけはあんなに早いんですか、どういうことですかね、子供がいっぱいいるからですかね、堀ちえみは綺麗ですよ熟女ね、熟女って言うほど熟女じゃないですけど綺麗ですよ、ね、私もやりたいですよぜひ一番やりたいですね、長州さん出てきたね、長州さんが出てきた、ラジオネームエモペ、はい、なかなかいい質問ですら出ないから、そうですね、いろんなパネラーがいろんなこと言ってくるからね、あ、なるほどなるほど、やっぱ難しいよね、はいはいはい、ラジオネームエモペ、くすがめあきらさん質問です、老後に非常に不安を感じています、どうしたらチンチンが大きくなりますかいい質問ですね、出たなかなか出ないっつったちょっとやっぱり引き合ったりね、お年寄りもうんってなるもんね、老後に非常に不安感じてるってさ、どうしたらチンチン大きくなりますか、ズコってやっぱりテレビの前の年配の視聴者たちが笑うだろうね、いい質問ですね、これはね、私も小さいんで悩んでます日本語ラップ、なぜオッパブの女の子は LINE を交換して好きな食べ物はとメールしてもお店に遊びに来てとしか返信が来ないのでしょうか、知りませんそのパターンもあるのね、ラジオネーム千本ノック、クソ神さん、なんで三流グラドルの汚い水着姿を見てしこりたくなる時があるんですか、どうしてでしょうね、私もいつもそうですねいい質問ですね、怒られるよ、何これもうちょっとやってみますブレイク、さあ続いては、クソガメアキラ、クソガメアキラが思わずいい質問ですね、はい、とクソを漏らしてしまうようないい質問を、それ言ってる時はクソを漏らしてる時だ、いい質問ですね、来てもらってるのついついクソを漏らしてしまうようなそう声を漏らすんじゃないですか、受けるってありますね、はい、ちょっと自信ない俺はちょっとこのコーナー、あーそうですか、いや、もっとなんかポップなコーナー、ちょっと硬いじゃないこれ、ああ政治のことばっかりで、はいはいはい、もっとなんか楽しい、まあね、今のご時世ちょっと替え歌はほら難しいじゃない、まあそうっすね、替え歌もできないこんな世の中じゃポイズンだからさあんまり替え歌ポイズン替えなかった思いつきで言ったからどっこいどっこいだか関係ねえよ関係ねえだろ、替え歌こんな世の中じゃどすこい関係ねえよ全然急にどすこいってしょうもない歌すぎるでしょ、そうですよ、はい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 、あーなんすか、ありがとうございます、タッチー、はい、もうそのパターンそのパターンは1回に1個でいいの、1人ラジオネーム 54% はい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 、はい、なんすか、メガネをかけまして、メガネをかけまして家で外します、はい、おやすみなさーい、黙れ、ごめんいいそんなの入ってくる、入ってこなくていいそんなの、入れなくて、ポップなコーナーもやりたいなと、なんかマックスキャッホーみたいなさ、マックスキャッホーみたいな、マックスキャッホーモデギみたいな、大名犬のモデギマックスキャッホーさ、アリアさんちょっとこれマックスキャッホーじゃない、いいじゃないですか、それしかねえから、あと別あんま言葉が続かないっていう、あ、そっかそっかマックスキャッホーみたいなコーナーやりたいよね、なんかマックスキャッホーみたいなコーナー、アリアさんこれマックスキャッホーでしょう気に入ってるだけ、あと続かないよね、そうだ、うん、そりゃそうです、でもあの人面白いんで、いつも面白いですけどね、クソガメアキラ、はい、ラジオネーム三平、うん、50代の無職の男性がカラオケで大塚愛のさくらんぼを熱唱した後、なんかあたり一面が水を打ったように静まり返るのなぜですか、いい質問ですね、何これつけてんだよ、何これおーあん、なんだろう、あるよね、さくらんぼとか女の子が歌うと、でも今は歌うのか知らないけど、俺らはまだ若い頃ちょっと可愛い感じだったよね、うん、なんだっけあれ、
歌。何ですか、桜んぼですか、うん、あ、シコール好き、なんだっけ。愛し合う。笑顔咲くか。笑顔咲くとか。咲く、笑顔咲く。もう一、もう一回とかね。うん、もう一回。はい。ってやつね。はい、そうです。かわいいじゃん。はい。かわいくない?かわいいです、かわいいです。大塚愛さんって、もう、あ、そうか、ご結婚されたのか。確か、はい、されましたね。そうだよね。はい。誰だっけ、なんか、リップ、リップスライムさん。そうか。リップスライムさんと、結婚して、あんまりだからやってないね。でしょ、かわいかったね。うん。なんか出してほしいね。うん。知らねえけど。何俺何言ってんだろうと。カラオケも行きもしねえのに。かわいいよね、つって。知ったかぶりしちゃって。にわかが。にわかなのに。じゃあ、東北自動車だ、はい。体育で二人組を作るときに、みんな僕のこと無視するのはどうしてですか?いい損ではありませんね。なんなんだ、これアメリカのドラマじゃないんだから。アメリカのフルハウスじゃないんだから。ぽいですね。うん、確かに。ママ、どうして、お父さん、帰ってこないの?じゃないんだよ。悲しいわねー、じゃないんだよ。バカじゃないの?ラジオネーム、東北自動車道。トランプ大統領になって、童貞の暮らしに何か影響ありますか?これはいい質問じゃないですね。じゃないんだって、じゃないから。お父さんとお母さんはどうして一緒に暮らさないのよ。じゃないしょうもない声よ。しょうもない音取ってくるね。よく探して。ラジオに大丈夫を気取ってます。増税前は、国民の厳しい意見が飛び交ってましたが、いざ増税して時間が経つと慣れてしまうものですね。ただ風俗場のチェンジだけは未だになれないものです。なぜなのでしょうか。気持ちわかります。気持ちわかりますって何だろう。どこが池上明さんっぽいんだ。クソ神明なんだよ。風俗場のチェンジって、その人に対して悪いからっていうことじゃないのよ。うん、そいつ帰ってまた一から待たなきゃいけないのかと思うと、はい、時間もったいねえよ、うん、もう夜中1時なのに、はい、次やって終わったら4時かよ、はい、明日仕事6時からなのにと思うと、はい、もうこいつでいいやこいつに決めたになるよ。そうですか、うん、1時で6時なのに1時ぐらいに呼んでんの。酒飲んで帰ったらもう1時じゃない。そっから、女来るの2時でさ、はいはい、そこでチェンジにしてさ、はい、じゃあまたこいつ帰ってまた次来んの4時かよと思うとさ、ね、いやいや最悪、うん、そりゃそうだ。絶対チェンジしたくない。うん、何の話だよ。いい質問でしたね。おぉじゃないの、うるさいんだよ。今日の仕事それだけかも。そんなことないですよ。そんなことはね。意外と傷つくんだから。そりゃそうだよね。いや、大変なんだよ、辻君だって、うん。ご飯も食わずにやってんのに。そうだ。高井さんだってもう薬ばっかり飲みながらやってんだよ。気配薬飲みながらやってんだよ。全然入ないですね、なんか。ああ。福田パソコンでゲームしてるよ。何しろ。何しろ。仕事しろ、みんな。いったん片手までやりやがって。さあ続いては、クソ神明というコーナーですね。クソ神さんが思わずいい質問ですねとね、射精してしまうような射精するんですね。質問ですけど、ラジオスまたまたぞ、はい、クソ神さん、カプセルホテルにデリヘル嬢を呼んだらめちゃくちゃ怒られたんですが、住みにくい世の中になったと思いませんか。本当ですね。なんだこれ。カプセルホテルにでもデリヘル嬢を呼べるようになったら本当にやっぱり日本経済は活性化する。そうですか。絶対そうですね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。ババアのおっぱいでもついつい見ちゃうのはなぜなんですか。これは一層でありません。
ね、うるさいな。もう辻君はこの仕事だけやりに来てるから、ね、そんなことないんですけどね。まあでもまあそうですね、うん、はい、あのボタンを押すだけなんだけどさ、指サックしてさ、黄金の指守ってるね、バカが。そうそう、素材作りとかもしてますから。素材作り、はい、本当かね。多分してると思いますよ。ババアのおっぱい見ちゃいますね、確かに。でもね、ラジオネーム三平、六本木あたりで調子こいてる若手俳優なら 2,3 発ぶん殴っても罪にならないと聞いたんですが、一番喧嘩が弱い俳優は誰ですか。いい質問ですね。これ弱い人は知りませんけど、私にはあの殴りかからない方がいいと思いますね。空手やってますから。空手やってますからね、私は。やってんすか、これ。空手やってましたし、暴走族、元暴走族ですからね。そうなんですか。私には絶対殴りかからない方がいいと思うんですよ。親戚にヤクザいますしね。空手やってますから、絶対に私には殴りかからない方がいいなと思うんです。警察の、友達もいます。親が弁護士ですしね。はい、私には絶対殴りかからない。めちゃくちゃになっちゃうぞね。ドスコイパンダ、クソガミさん、アナルと宇宙つながってるって本当ですか。これ何を言ってるんですかね。試してください、本当に。そんなことないですよ。アナルは腸と繋がってます。正当な意見が。ラジオネーム三丁。布団の中でおしっこすると気持ちいいのは NASA では解明できてないんですかね。いい質問ですね。確かに私もよくします。まあでも気持ちいいのは気持ちいいんですが、すぐやっぱこの季節は寒いですからね。なかなかそうですね、奥さんにもよく怒られますね。もうそういうのしたらって言われます。そういうのつけたらそろそろって言われますけどね。私もやっぱ男の意地がありますからね。そういうのはまだつけないって言いますよ。嫁と毎日喧嘩です。そういうの履いたら、そんな、つけない、履かない。お前が履け。私はおしっこしないでしょ、布団の中で。ですよ、本当にね。ラジオネーム、三丁。お前は親戚の冠婚葬祭には頼むから出ないでくれ、と親が言うのはなんでですかね。君、あなたが、もう一家の恥だからです。はっきり物を言ったね。はっきり言いますから。言いますね、やっぱり、ね。菅見さんは。そうですね、はい、言ってくれますね。ねえ、うん、ラジオネーム三丁、態度の悪いデリヘル嬢のご機嫌を直すには、やっぱり、アップルティーをご馳走することが一番ですかね。これはいい質問ですね。やっぱりですよね、消費者センターでしたっけね、うん、そうですね、消費者センターです、消費者センターにやっぱり相談するのがいいですね。これよ。これよですか。デリヘルの態度悪いと、うん、1万3000円、うん、取られたけども、うん、どうしてくれるんだっていうのをやっぱり消費者センターにお電話してくださいね。はい、お願いします。ラジオネーム三丁、三丁ばっかりじゃないか。なんだこれ、三丁しか聞いてないんじゃないか。就職の面接に落ちるとホッとするのはやっぱり働きたくないからですかね。そうじゃねえのか、一生働くな、クソウジ虫野郎。クソガムさんの意見ですよね、今のね。今のクソガムさんの意見ですよね。そういうことですね。はい。口が急に悪くなったから。ラジオネーム、ムー大陸、うん。黒光りするチンコを手に入れたくて、漆を塗ったら被れました。どうしたらいいですか。いい質問ですね。これは皆さんやっぱりやるでしょうね。私もやります。はい。やりますか、やりますか、私もやりますね。はい。こ
これはちょっと厳しい意見になりますけども、おうおう、各政党皆さんやってらっしゃいますね。票読みが難しいですけどもね。はい。票読みです。はい、ラジオネーム。ラジオネーム。爽やか大魔人。クソ神さん、どうしてクソみてえな三流女タレントってなんだかよくわからない資格ばっかり取るのですか？これはおめえみたいなクソ人間には関係ないことですね。クソ神さんなんですよね。ちょいちょいなんかめちゃくちゃ口の悪い人が出てくるから。クソ神さんってそうよ。ああ、そうなんですか。そうですよ。結構厳しいですよ。ああ、そう。党首討論みたいなのも厳しいですよ。ああ、確かに、そっか、うん、そっか。うん。ラジオネーム、三平。えなりかずきさんのファンは、何人いますか？ゼロ人ですね。じゃねえんだよ。お野菜応援してません。応援して。犬もえなりのことは嫌いです。飼ってる犬もえなりのことは嫌いだそうですね。あと、票読みですね。ですからね、難しいです。票読みが難しいです。難しいです。ゼロ票です。でしょうけどね、どうせ。私の票読みではゼロ票ですね。よく言うけど。出口調査ではゼロ票です。よく言うけどね。ギガミさんよく言うけど。ラジオネーム日本語ラップ。なぜ寒い時におしっこをするとあんなにも湯気が出るのでしょうか。これはいい質問ですね。私もわかりませんね。あれはね、難しい話になりそうです。とてもねえだろ。それでは、また来週。新コーナー、はい、クソ神アキラ。はい。クソ神さんが思わず、質問ですね。と。と漏らしてしまうよう、ね、な質問を受けております。はい、わかりました。ラジオネームサンチョ、うん、性病を移されたって男がかっこよく見えちゃうのは自分が童貞だからですかね。汚らしいですね。絶対に病気にならないでくださいよ。厳しい件ですね。ラジオネームゴモラ、うん、クソガメアキラさん、広瀬すずちゃんのションベンは何ヶ月待ちですか？いい質問ですね。そう、何ヶ月じゃないですよね、きっとね。すごく人気のある方だと、耳には入ってますんで、何ヶ月ってことはないんじゃないでしょうか。数年でしょうね。そうなんですか、そんな長い。ラジオに金玉工場長。くすがみさん。私 M なんだよねって言ってる女ってどれぐらい M なんでしょうか。いい質問ですね。知りませんけど。知らないって。すいませんけど。そうですか。そこはさんでもやっぱ知らないことは。知らないことはありますけど、ね。やっぱありますよね。そうっすよね。ラジオに学ぶ。クソガミさん、今年の節分には、アナルにバイブ突っ込んでどちらの方角にアナルを向けたらいいんでしたっけ。あ、もうこれはもう北北西です。北北西ですね。はい、毎年北北西です。はい、毎年毎年北北西ですから。そうなんですね。枕をその方向に置いておけばもう一年中間違えることはないですね。はい、ラジオネームタク吉村。もし坂本龍馬が現代に蘇ったら武田鉄矢のことやっぱり殺しますかね。当然ですね。ぶち殺しますね。はい、口も聞かずに殺しますね。で、首をポーンと蹴って便所に、落としますね。はい、ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。くすがみさん、AV を買いに行くとなかなかいい作品が見つからず、2時間ぐらい店に滞在してしまいます。何か対処法はありませんか？もうそれネットで抜いたらどうですか？もういいですよ。ネットで抜いてください。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。男子マラソンの給水所に女性の尿が置いてあったらより盛り上がると思うのですが、実現は難しいでしょうか。まあ、法律次第でしょうね。ラジオネーム、美は乱調にあり。将棋の棋士にヤバそうなやつが多いのはなぜでしょうか。まあ、それしか勉強してないやつですからね。それしかやってないやつだからですよ。ラジオネーム、ビスマルク。明けない夜はないと言いますが、昼間はどこに隠れていればいいですか？
あなたみたいな人は一緒地下に入ればいいですよ。ちょっと待って、何なのこのコーナー。何なのこれ。厳しい。厳しいじゃないよ。暗いのよ。あ、そう。暗い。そうですか。うん。いや、聞いて楽しいですけど、ね。いや、楽しいけど、やっぱ女子見たら明るいコーナーじゃないと。いや、女子はもういいですよ、あんなの。ちょっと女子なんて、だってもう終わるんだから、次のコーナー考えとかないと、お前、てめえ。また始まったから。なんか、ちょっと女子とか、なんかちょっと、こうセクシーな、みんながちょっとおちんちん立てたりさ、はあ、ちょっと女性もちょっと体がほてっちゃうようなコーナー。女性が体がほてっちゃうようなコーナー。そうですよ。聞いてて。うわぁ、ちょっとこんなの聞いてていいのかな、うわ旦那にバレないかしら聞いてんのっていうようなさ、ちょっと。ああ、なんか常時的な感じですか、そういう感じですか。なに俺はもっとあれだから、飛行機のパーサーやってたからね。安倍ジョージじゃない。安倍ジョージじゃないね。ジョージって言ったら違う違う。ジョージ言ったからって言って、うん、安倍ジョージじゃないんですよ。三島由紀夫のある男の主人公といえば安倍ジョージね、がっかりするよね。そうですか。ある男ずっと読み進めてたら、かっこいい男が出てくんな、こんな男は。このある男の主人公のモデルは安倍ジョージで。うん安倍ジョージ俺さぁ何なんだよそうなんですかラジオね、はい、油ギッシュ言う、はい、口から炎を出す能力を身につけたいと思い車の排気口にアナルを突っ込んでしまいましたが、うん、煙によって肛門はただれ内臓を焼かれてしまい現在病院で治療入院しております。そこで質問です。擦りつけオナニーの時に、ベッドのギシ音が出ないようにする方法ありますか？床にしてください。クソガミアキラ。はい。クソガミさんが思わず、いいですと言ってしまうような質問を受け付けております。いいと言えばいいとですね。ラジオネーム泣くなよ浩二。バレンタインデーに本指名で入った風俗嬢にチョコをもらった場合は、たとえそれがチロルチョコでも本命チョコと考えていいんですよね。いい質問ですね。その通りです。そうなんだ。本当にいいんだね。ストーカー規制法をもっと厳しくしたいと思います。ラジオネーム東北自動車道。僕は童貞であることに誇りを持っているのですが、世の中には童貞であることを恥ずかしがって隠そうとする人がたくさんいます。そこでクソガミさん質問です。どうしたら童貞が住みやすい社会になると思いますか？壁でも作ってください。もうちょっとこのコーナーやっぱりちょっと負担がもうちょっと自信がないです。あ、そうですか、ね、いや聞いてるのは楽しいんですよ。でも本当ですか。はい。あれまだマックスキャホマックスキャホって違います。だから先週言われたから、うそのだから先週はまだやってないんですよ、そのアフタートークで。そう、今週から私のやつと、うん、まあ、あとリスナーの方来てるか分かんないですけど、募集して一応高井さんとっていう話なんで、だまだ全然やってないです。マックスキャホー？マックスキャホーはだからどうなってるかはまだ、はい。ウェルカムトゥーザジャングルをかけながら、マックスキャホーって叫ぶだけのコーナー。そうですか。いや、そこまで出来上がってんだったら、もう来週やればいいじゃないですか。いやいや、コーナーにはなりませんよ。だってそれだけですから。そうですか。私がマックスキャホーって言ってるだけのコーナーですよ。あ、そうですか。10分。あ、それ、ちょっと長いですね。10分。長い。2分だね、持って2分。2分。ラジオネーム三平。茂木健一郎さんは4年に一度しか頭を洗わないことで有名ですが、博士太郎さんはどれぐらいのペースでチンゲを切っていますか？いい質問ですね。もうドレッドヘアみたいにガチガチですからね。切れたもんじゃないです。もうガッチガチです。ラジオネーム東北自動車道。ラッパーはいつも帽子をかぶっていますが、チンコもかぶっているんですか？くだらないこと聞かないでください、ね、バカじゃないのか。訴えますよ。ラジオネームポンポンカツラ。クソガミさん、女性用のトランクス
ふんどしなどが流通している中、どうして男性用のおパンティーは売られてないんですか？女性用のやつを履けばいいんじゃないですか？そうでしょ？あ、そうですね。そうです。男性用なんていらないですね。僕は女性用のパンティーを履くことで性的興奮を覚えるっていうことで有名ですけどもね。クソガイさんが、うん、いや、私、有吉です。有吉さんが私の2回浸透でも言って物議をかもしましたけど。そうでしょうね。そんなこと言ったらね。マスコさんは優しくわかるわよって言って。何でもいいのって言って。懐が大きいね。確かめられて、うん。私のやっぱり性癖を許してくれますよ、やっぱり。うん、ラジオネーム、ビスマルク。貧乏暇なしと言いますが、僕はお金がないのに暇です。お金のかからない暇つぶしがあれば教えてください。ゴミでも食ってなさい。ゴミでも食ってなさい。空きの缶はうるさい。クソガミさん、リカちゃん人形のようにおちんちんにも服を着せたいのですが、どこに売っていますか？なければ作る。それだけです。以上です。私は銃に撃たれて死にました。